僕、もうあんな大きな闇の中だって怖くない。きっと、みんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでも、僕たち一緒に進んでいこう。朝の駅に電車が着くたび、エスカレーターにあふれる人よ。この黒の服は誰が選んだのか。就職してまだ一年では、学生気分抜けていなくて、自分の肩書きも忘れてしまう。ついたけれど、靴ずれなんてやがて慣れるのかな。言われたこと、ただ言われたまま、以前なんかは聞かれてないと、ようやくわかったら一人前だ。人間関係いくつになっても楽になるのに、ちゃんと我慢。